接下来请看例题时。人参が嫌いでも食べなければなりません。人参是红萝卜。嫌いでも嫌い是讨厌。嫌い呢看起来很像是一 k， 因为它后面有个一，可是实际上它却是形容动词なけ，所以要接でも。嫌いでも即使很讨厌。食べなければなりません，也必须要吃。即使讨厌红萝卜也必须要吃。请跟着老师念过一遍。人参が嫌いでも食べなければなりません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 。接下来请看例题十一。病気でも会社に行きます。病気生病。病気でも即使生病了。会社に行きます。要去公司。即使生病也要上班。请跟着老师念过一遍。病気でも会社に行きます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 。接下来请看例题十二。大きい会社でも給料は安いです。大きい会社、大公司。大きい会社でも即使是大的公司。給料、薪水。給料は安いです。薪水很便宜，表示薪水很少的意思。即使是大公司，薪水也很少。请跟着老师念过一遍。大きい会社でも給料は安いです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 。接下来、请看对话练习。请看第一个例题。明日、天気が良かったら、海水浴へ行きますか？明日、明天、天気が良かったら、假如天气好的话、海水浴、海水浴場。海水浴へ行きますか？要去海水浴場吗？假如明天天气好的话、要去海水浴場吗？请跟自己老师念过一遍。明日、天気が良かったら、海水浴へ行きますか？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 いいえ、天気が良くても行きません。暑いですから。いいえ、不要。天気が良くても、即使天气很好。行きません、也不要去。暑いですから、暑い、热。ですから、因为很热。不要。即使是好天气也不去，因为很热。请跟着老师念过一遍。いいえ、天気が良くても行きません。暑いですから。いいえ、天気が良くても行きません。暑いですから。いいえ、天気が良くても行きません。暑いですから。いいえ、天気が良くても行きません。